皆様ごきげんよう。ハッピードベちゃん TV の永遠の二十歳と言い張る妻です。先日久々に山梨の河口湖スイーツガーデンに行ってきまして、富士の粉雪チーズケーキを購入してまいりました。これから開封したいと思います。それでは開けてみたいと思います。こちらは富士の粉雪チーズケーキになります。中身はこんな感じです。じゃあ開けてみますね。で開けた方がいい。あ、違う方か。はい、こんな感じです。取れるかな。よいしょ。じゃあこちらに半分になったのを置いときます。それではいただきます。うん、うん、お口の中にとろけます。白いのがすごい口の中に入れた瞬間、うん、とろける、美味しい。私食レポに慣れてないので下手くそでごめんなさい。これリプトンのレモンティーです。すごい久々に河口湖に行ったんですけど、あんまり人がいなかったですね。やっぱりコロナの影響なんですかね。美味しそうでしょ。食べる。うん。ああ、一口になっちゃった。残り味わって食べよう。
ちそうさまでした。もうね、すんごい美味しかったです。感想はですね、お口の中に入れるとチーズの香りが広がり、くどさはなくすっごくとろけます。もちろん美味しいです。皆様もぜひ山梨県へ行かれた時がありましたら、河口湖スイーツガーデンへ行ってみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。私の食レポがちょっとなんかね、よく分かんなかったと思いますけど、これから頑張ります。それではまた見てくださいね。